始まるぞ。目を覚ませ抜刀斎。伝説の人斬り日村抜刀斎さんよ。分かったでござろう。拙者が人斬りだったって。そんなの知らないわ。私が出会ったのは剣心っていう流浪人よ。剣は人を殺すための道具にあらず。人を生かす剣。人斬りが蹴らずしてどうやって人を守る。この目に留まる人々くらいなら何とか守れ。日村抜刀斎触んな。拙者は過去を捨てた身。もう人は知らぬ。殺さずの誓い酒場刀だ。剣心これだな。勝負だ日村抜刀斎。愛する者のためにもう誰も斬らない。斬らせない。剣心やめて。流浪に剣心必ず帰る。どんな時代でも大切なもののために戦い続ける生き様を侍という。目を覚ませ抜刀斎。必ず守りたい仲間がいる。必ず信じたい未来がある。自分を変えるために、世界を変えるために、僕らは戦い続ける。カオル殿を守るため、俺は今一度人斬りに戻る。流浪に剣心。日本の女が強くなったのは昨日や今日のことじゃない。ダメやだ。時代が動くとき、そこには必ず近くの勝負よ。早く戦うなでしこがいた。私が出会ったのは剣心っていう流浪人よ。どんなに傷ついても前を向ける。どんなに倒れても立ち上がれる。私を変えるために、世界を変えるために、私は戦い続ける。流浪に剣心。来たか、新しい時代が。超新速伝説の暗殺者参上。流浪に剣心。お前が伝説の人斬り。あなたあの男だ。あなた人斬りだったんでしょ。やはりお前か。装飾系最強流浪に剣心。誰にだって語りたくない過去の一つや二つはあるでしょ。もう誰も斬らないで、大切な君を守りたい。剣心これだ。流浪に剣心。日村剣心でござる。伝説の暗殺者。人を斬らずにどうやって愛する者を守る。剣心これだ。流浪に剣心。